人でいれば怖いものなんて何もない、そう思っていたあの頃は。僕らはこの世に放り出されたちっぽけな一つの点だ。心細くて寂しくて、だからいつかつながれるもう一つの点を探し、線になれる相手を探し、生きる。西くん。わっ、あっぶねえ。西くん、今日は何？サメ。サメ？この戦火の落ちたらサメの大群に食われるから。そういう設定なんだって。子供か。やめろって。じゃあね、バイバイ。バイバイ。僕、向こう行きたいんだ。すいません。いや、何？いや、どいてくれ。あ、危ねえだろ。は？これ落ちたらサメに食われんだよ。こっちだって氷の剣に刺さんだよ。やべえな。なんでそんなとこに。よし、二人で生き延びるぞ。俺の足の間にお前の足を置け。え？いいから。手貸せ。せーの。すげえ。生き延びろよ。
そっちこそ。ご飯食べちゃったよ。ちょっと待った。この前もし成績良かったね。普通だよ。アキラはちゃんとしてくれてるから安心。それに比べてお姉ちゃんは東京の大学行ってから全然連絡よこさないんだから。忙しいんでしょ。アキラは地元の大学目指してくれてんのにね。アキラには普通に大学に行って普通の幸せつかんでほしいわ。大丈夫、そのつもりだよ。いただきます。お父さん。ちょっと待った。このホヤの炊き込みうまいね。本当？うん、よかった。行こう。元気か？元気だよ。ならいいんだよ。早く行こうぜ。期末見せ番？ああ、今日は見せ番だよ。あとさ、新作の神社料理作るの。マジで？マジで、親父待ってたよ。伊藤かんの？うん、じゃない。じゃない。お前今日全然壊せた。いいよいいよ。あ、俺さ帰宅部なんだよね。伊藤くんは？伊藤くんも帰宅部？いや、うちの学校部活強制だから文芸部。うわ、似合わねえ。部活でなくても怒られねえからな。文芸部って何するの？小説読んだり、うん、俳句読んだりするみたいよ。じゃあ文化祭は何するの？文化祭？知らない。え、じゃあ俳句読んで、俳句。いや、だから俺部活出ないって言う。いい、俳句読んで。読んだことねえよ。せーの。またな。落ちんなよ。そっちこそ。じゃ。ただいま。うん、おかえり。ご飯もうできるよ。うん。なんか今日機嫌いいわね。え？なんかいいことでもあったの？さあ、うん、今度あの映画見に行こう。え、あれでしょ、あのホラー映画でしょ。そう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 。見に行こう見に行こう。え、いつ行く？明日。明日行く。明日行く。え、何時に行く？うわ俺も彼女欲しい。俺もだよ。伊藤は今好きなやつとかいないの？俺？うん。伊藤？いや、いねえかな。ほんとかよ。先行くわ。え？そういやさ、うん、伊藤の恋愛話ってあんま聞かねえよな。確かに。あいつ裏では結構モテてんのにな。伊藤くん。お待たせ。お。今日は猫。下に猫がいて、落ちたらザリザリの下で舐められるんだ。
それ可愛いだけだろ。そっちは？マグマ。マグマ？うわ、やべえじゃん。お前すっげえ設定考えるな。才能あるわ。え？ほら、いつも。ああ。ボケっとして落ちるなよ。じゃ。うわ。なんだろこの気持ち。全然持ちだろ。いやあのな。いつもよりちょっと甘さ控えめにしてんだよ。なんで俺あいつのこと可愛いとか思ったんだろう。いやまあ甘さ控えめだけだろ。だけどやっぱ親父の味にはかなわないな。白石。あのちょっと話したいことがあるんだけど。悪い、ちょっと急いでて。今度。あ、伊藤君。さっきさ、小学生に囲まれてさ、そのちびっ子海賊団みたいなやつに囲まれて、それ笛持ってたんだけど、それすっげえ邪魔されたから、しゃあねえからぶん投げてやった。すごいっしょ。おい、やめろよ。聞いてなかったでしょ。聞いてたよ。嘘。聞いてたじゃん、めちゃめちゃ。落ちるって危ねえ。マジ危ない。もう。いや。すれ違って、手を離したら、行ってしまう。バイバイ。お話ししたいことがあります。放課後テニスコートの裏で待っています。白石ほのか。好きです。
合ってください。マジかよ、あの白石が伊藤のこと。学年一の美人が。ごめん。他に好きな人がいるの？いや、そういうわけじゃない。じゃあなんで？ごめん。わかった。ごめんね。急に呼び出したりして。何やってんだよ！あの白石に告白されてんだぞ！普通オッケーだろ。うるせえな。なんだよ。え？オフィスならオッケーするよな。当たり前だ。お前だってオッケーするだろ。絶対するよ。西くんだ。何してんの？人を待ってんの。え、ここで？待ち合わせならカフェとかですれば？ここじゃなきゃダメなんだ。この線はそいつと繋がってるから、うん、じゃあね。バイバイ。どういうこと？え、なんだっけ、ツンダージュ。おい、なんでそっち曲がるんだよ。そっち行ったら会えねえじゃねえか。ごめん、俺お前に合わせる顔なくて。ふざけんな。お前この前。やっぱり怒ってる。でも顔見れて嬉しいとか思って、俺最低だな。この前落ちただろ。そこ？あれ絶対死んだぞ。氷の尖ったやつで口出しになったからな。俺だけ置き去りにして一人で勝手に外れるなよ。いや、お前問題が分かってないから。何が？俺がお前をその変な目で見てて、一緒にいたらまた嫌な思いをさせる。そんな問題じゃねえ。問題は会いたいか会いたくないかだろ。俺は会いたい。お前は？お前は？俺も会いたい、お前に。じゃあ何も問題ないだろ。問題ないだろ。でもできればこれからは横に並びたい。じゃあ別の設定考えないと。だな。二人一緒のやつ。なんだろう、砂漠とか。砂漠か。砂漠といえばなんだ。ラクダ。
いいね、ラクダに二人で乗ってモンスターとかだから。In silence, wrap the house. Step by step, one by one. I'm not still going on my path. I'm losing the balance. My body is like ours, I'm floating in a wave of lashes from the dark. Everything around looks upside down. I walk the day, no baskets down the face of death. この線をたどって大事な人が会いに来る。悪い、待ったか。きっと俺と同じ気持ちで。ごめんごめん、待った、めっちゃ腹減った。なんか食ってく？え、それ今考えてた。アラスカの大自然で脂の乗ったサーモン捕まえてさ、焚き火で炙ってオーロラ見ながら食ったら絶対うまいよな。いつか一緒に行こう。俺はお前を食いたいよ。とりあえず回転寿司でも行くか。サーモン。あ、サーモン、サーモン、サーモン。お互い受験も無事に終え、俺たちは大学生になった。クラ軍艦で撃退したる。フライングクラフォン。大学生は結構暇で、連絡すればいつでも会える。今日は明日何件？これ1件。やべえ。え？何？それだ。あ、また。会う時間が増えるごとに我慢ができなくなっていく。おお、姉ちゃん久しぶり。アキラ、私しばらく海外に行ってくるから。は？ひとみ、なんかいつも自分勝手なんだから。まあまあ。大学出て就職しないなんて、新卒逃したら後でどれだけ大変か。アキラは普通に就職してちゃんと働くから大丈夫。ご飯食べる？うん。キスするといつもああいう困ったような顔するよな。でも拒否るってわけじゃないし。
もっと西に触れたい。西の俺が知らない表情、俺が知らない声。何してんの？ん？おい。いや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 。あんた就職どうすんの？地元で考えてるよ。親に気使ってんじゃないの？え？何が？自分に正直に生きれてるかってこと。あんた昔から失敗怖がって慎重になりすぎるところあるから。でもシミュレーションは大事だろ。時には突っ走るのも大事。若いんだからね。俺は想像力はある方だ。でも想像してはいつも我に返って諦める。失敗しないように。取り返しのつかないことになってからじゃ遅いんだ。ねえ、西くんってよく線路で歩いてない？うん。こうやって辿ってたらなんかすごいところに着くような気がする。わかんないの、うん、この白線はすごいところにつくんだよ。とにかく西くんってちょっと変わってるよね。そうかな、うん、あ、じゃあまた明日。ごめん、お待たせ。うん、今の子仲いいの？ん？同じ講義取ってるけど。そっか。行くか。うん。レポート飽きた。お前集中力なさすぎ。休憩。もう。うわー、気持ち。あそっちだって大して進んでないじゃんかよ。じゃあ何について書いてるの？うん？変なこといっぱい書いてる。え？こっち立ち入り禁止。入ったら100万ボルト黒焦げ感電子。そういうの迷惑だから。俺が困ってんの分かんない？やっぱり嫌だったんだ。いつも勝手すぎるんだよ。この間も外でいきなり。こっちにも心の準備があるんだよ。え？え？は？嫌じゃないの？嫌だよ、急な感じは。そうじゃなくて。え？つまり、キスはいいってこと？